両者ともにテーマ食材であるバターをフライパンへ同時投下。くぅー、とろろん、脳がとろけそうなバターの香りが一気に広がる。ミスター雪平は鶏肉と玉ねぎ、エビ、そして生米を炒めていますね。一方斉藤聡明はニンニクの香りを立たせてから醤油、イカ、そしてイカの肝を投入。海産物特有のゴージャスな塩の香りをバターの濃厚な風味でさらに高めていく。ここからが調理の本番ね。瞬きすら許されないつばぜり合いの開始だ。いや、あの鍋落とし蓋をして何か半分に切り結ぼうぞ、雪平相馬よ。割った瞬間、さらに熱気が機体で私の体までほてってきます。来る、すごすぎます。まだ審査が残っているのに。これで満腹になってもいい。理想の世界、そのために俺はこの品をぶつけます。さあさあお待ちどお上がりよ、雪平流香ばしバターピラフいなり寿司。落とし蓋をして炊いていたのは油揚げ、酢飯じゃなくてピラフを詰めたお稲荷さん。なんというインパクト、空腹感が一気に。とろけそうな香ばしさです。稲荷寿司は本来甘い油揚げとさっぱりした酢飯の対比が重要だ。バターピラフじゃどう考えてもくどくなっちまう。こたびのお題はバターを前面に押し出すだけでは成立しない。そこにどんな答えを見出した、見せてみよう。油揚げがじわじわとジューシーなのに対して中身のピラフはなんとも繊細。しつこさを感じさせず素材の旨味が泉のごとく溢れ続ける。なんという総合力。そうっすね、ピラフは米を溶かずに炒めることが大原則。油揚げも調味前に熱湯でしっかり油抜き、何より外せないのが豆乳と切り干しで作った必殺の餅ホワイトソース。そうか、普通にバターや小麦粉で作ったホワイトソースではこの品は重すぎる。とろっとしたコクがあるのにギトギトしない、この餅ホワイトソースならではの軽い味わいが必要不可欠だったわけか。んでその上に数種類のチーズをばらまいてからオーブンで焼いてるんすよ。それによって塩気とまろやかさがしっかり補強されるというわけですね。それぞれのうまさがマックスまで高まるギリギリを見極めてうまいもんを全部乗せしたのがこの品っす。ある素材はバターのコクでまろやかに、ある素材はバターとともに香ばしく、この小さな稲荷寿司の中に膨大な工夫が施されているのがわかる。もちホワイトソースが油っこさを軽くすることで、あらゆる素材が強く強く美味しさを主張できている。斉藤聡明の重い人たちとは対照的な斬撃、四方八方から襲いかかる無数の刃。美味しすぎて美味しすぎて声を抑えられない。きっと塩味が効いた複数のチーズの絶妙なバランス。そうか、アルディーニが組み合わせたのか、この稲荷寿司と噛み合うように。これだけ濃厚なのにくどくない理由、ミス田所めぐみのリンゴバター、その爽やかな風味によって和らげたのですね。うむ、そうなか。なるほど、勝者は